第二代オリック博ロバートリッチ第二代オリック博、ロバートリッチは、新京都革命期のイングランドの貴族、軍人である。宗教問題から議会派に味方し、海軍を抑え議会派の政界権確保に協力、内戦中は海軍を率いて活躍した。初代オリック博ロバートリッチと、妻、ペネロープの長男として誕生。初代ホランド伯爵ヘンリー・リッチは、 弟、エリザベス一世の長身だった第二代エセックス博、ロバート・デ・バルーは、母方の叔父第三代エセックス博で、議会軍総司令官、ロバート・デ・バルーは、母方の重邸にあたる。政府のイングランド国境会編長に反発し、ピューリタンの保護、職業圧政を行い、ジョン・ピムジョン・ハムデン・オリバー・シンジョンらが幹部として、経営していた。 プロビデンス島会社に投資して海外にも目を向け、弟のホランド博、ブルックダンシャクロバート・グレビル、セイ,イコールシールシシャクウィリアム・ファインズ・ラタの、ピューリタン貴族と共に植民地経営にのめり込み、ピューリタン移住の奨励、保護に尽くした。カリブ海の支配をめぐり、スペインと衝突し、海賊を庇護して、スペインへ戦いを挑んだこともある。1642年に第一次イングランド内戦が、 始まると上院議員だったウォリック博は宗教的な理由からホランド博、エセックス博、向こうのマンチェスター博爵、エドワード・モンタギューラ・ミ内チともども議会派に味方し、イースト・アングリアとエセックスの兵を募集し、議会軍に加えた。また議会派の命令で海軍の指揮権確保に動き出し、6月28日にイングランド王チャールズ一世と不仲だった。 海軍協のノーサンバランド博アルジャーノン・パーシーが国王に罷免されたが、ボリック博は7月2日に議会から艦隊司令官に任命され、応答派で公認の海軍峡ジョン・ペニントンが赴任する前に南東のダウンズへ到着、艦長たちの指示を取り付け海軍を議会派の支中に収めた。こうして、政海権を確保した議会のもとで主要校も抑え、東から南にかけて、 ドーバーライムレジスポーツマスプリマスキングストンアポンハルは、議会派が確保、王道派は、貧弱な艦隊しか手に入れられなかった上、北西のチェスターと北東の入荷するアポンタインしか、使えなくなった。内戦中は、王道派の艦船打砲、エセックス派くら陸軍との連携作戦、議会派の貿易戦保護及び海賊襲撃からの、防衛に、尽力。 1644年5月から6月にかけて、チャールズ一世のオイ・モーリッツフォン、デアップファルツに包囲され、議会派軍人、ロバート・ブレイクが牢上するライムレジスの救援、物資補給活動で、王党派に包囲を断念させ、新王党派と見られたアイルランド海賊に対抗して、オランダ海軍提督マールテントロンプと提携した。1643年9月のエクセター。 救援失敗、1644年7月にエセックス博と連携し、エクセターにいた王妃ヘンリーエッタ・マリア・オブ・フランスを捕獲しようとして逃げられるなど失敗もあったが、8月に王党派に敗れ窮地に陥ったエセックス博を船で引き取り回路脱出を手引きしている。翌1645年に事態条例が成立すると海軍から身を引き、1658年に70歳で死去。 同盟の長男のバート・リッチが借位を継いで、第3代をオリック博になったが、翌1659年に急死、次男のチャールズ・リッチが第4代をオリック博になった。エセックスに強固な地盤を持ち、有力者の娘であるエリザベス・バウチャーと結婚した、オリバー・クロムウェルとつながり、ピム・ハムデンと縁が深いオリック博のグループに入ったクロムウェルは、議会へ進出する足がかりを手に入れた。 ボリック博は、長老派所属のため独立派のクロムウェルとは対立する立場だったが、独立派が推進したニューモデル軍設立を指示。1648年12月に、プライドのパージが起こった直後にクロムウェルと面会するなど、彼とのつながりは保たれ、後に、ボリック博の孫、ロバート・リッチとクロムウェルの末娘フランシスが結婚している。三度結婚しており、 1605年に、サー・ウィリアム・ハットンの娘・フランシスと結婚し5人の、子う設けた。1623年にフランシスと死別後、1625年から1626年の間に、ヘンリー・ローの娘・スーザンと、続いて、エレノ・アワートリーと再再婚、3度の結婚を経て6人の、子う設けた。ウェッチ・ウッド P、P108、P109。ウェッチ・ウッド P、P14。 P281、岩井、P74、P75、P94、P97、清水、P37、P59、小林、P164、P166、清水、P61、ウェッジウッド、P93、P97、P156、ウェッジウッド、P156、P235、P249、 P332P334P362P364P370P448P449P539 清水 P272 小泉 P5P12P13P35P49 ありがとうございます。